強い強い安心強い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 毎日楽しい毎日楽しいわ阪神強くて毎日毎日楽しいわ阪神ドラフト2伊藤将司投手25歳のバースデー勝利おめでとうございますおめでとうございます8回1失点のナイスピッチング開幕無傷の3連勝いや素晴らしい素晴らしいまあ序盤はね、ランナー出すシーンありましたけども、ダブルプレーで、切り抜けまして、スローカーブを投げたと思ったら、インコース低めに、ズバッとクロスファイヤー。打たれへん。打たれへんよ、あれは。いや、完投させてあげたかった矢野監督なんで完投させてあげへんのまあ9回ね、まあ最後、セーブつく場面やったんで、スアレス投手出したかったんかなまあしゃあない、まあ勝ったから、よしよ、まあ今日もね、この男が、この男がやってくれました。4番、佐藤輝明選手、2打席連続のタイムリーヒット。いやもう打球が速いわ。もうシフト関係あらへん。もうあっという間に打球が内野をね、抜けていくっていうね。シフトとか関係ない。もうシフトね。シフト関係ないってね、よう昔バイトサボってた時にね、今言ってましたけども、シフト関係あるかってね。これで打点が、27、28となりまして、打点を単独トップに躍り出ました。はい。打点を取っちゃいましょう。いや、もちろんホームラン王も狙ってますよ、トップなんでね。けどまあ今日はヒーローは、伊藤将司投手、8回1失点、バースデー勝利、開幕3連勝、伊藤将司投手がね、今日は間違いなくヒーローでございます。阪神のルーキーで開幕3連勝は、1984年の池田親房さん以来、37年ぶりの快挙。いや、すっごい。もう最近でも阪神、もう新人が活躍しまくってるからね、もう何年ぶりとか、誰々選手以来とかね、もうそんな話ばっかり。まあ今日なんてドラフト1位佐藤輝明選手、2打席連続タイムリーヒット、ドラフト2位伊藤将司投手、8回1失点のナイスピッチング、開幕3連勝、そして、ドラフト6位の、中野拓夢選手もヒット打ってますし、いや、すっごいわ、もうずーっと阪神、強いですよ。間違いない。ずーっとしばらく何年間はね、悪いけど阪神強いですよ。まあ、こんなん言うチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いしますね。阪神ファンが気持ちよくなるチャンネルです。よろしくお願いします。はい。まあ、今日はルーキーの活躍もありましたけども、近本選手、最近ね、調子を、取り戻してくれてます。今日もね、タイムリーヒット打ってくれましたし、フォアボールでランナー出て、盗塁して、佐藤輝明選手のタイムリーヒットで、帰ってくるっていうね、近本選手の復活、一番でかいかもしれん。うん。そして今日ね、メルロハスジュニア選手がデビューしました。はい。メルロハスジュニア選手、いらっしゃい。阪神へ、いらっしゃい。ようこそ阪神タイガースへ。今日はね、4打席ノーヒットだったんですけども、打ちますよ。絶対打ちますよ。想像つくわ。うん。ロハス選手が、ホームラン打って、僕が、ライトスタンドから、本物や、こいつ本物や、阪神タイガースへ来てくれて、ありがとうってね、こう叫ぶのがね、もう目に見えてますわ。絶対そうやわ。まあ、それロサリオとかソラハテの時も言いましたけども、まあ、それはね、まあ、それは忘れましょう。はい。はい、ってことで、これで阪神タイガース、デーゲーム、開幕13連勝。貯金も13でございます。いや、もう強いよ。あ、楽しい。毎日楽しい。明日の先発はガンケル投手。5勝負けなしのガンケル投手。はい、もろた。明日も勝ってまう。そして、阪神、優勝してまう。